高山がカウンターからゴールを狙った際に、それを防いだ牧野は、高山の目の前で拳を突き上げ、雄たけびを上げながら思いっきりガッツポーズを見せます。ディフェンダーが守備の際にガッツポーズを見せること自体が珍しいのですが、相手に見せつけるようにガッツポーズを行ったことにより、挑発行為だとネット上では批判の声も上がりました。